モーリス・ファルマン・モーリス・アラン・ファルマンは、フランスのグランプリ自動車レースチャンピオン、飛行士、航空機設計、製作者である。イギリス人の両親のもとに、パリで生まれ、兄のディック、アンリと共に、ヨーロッパの航空の重要な先駆者となった。大日本帝国海軍の水上規模艦、若宮所属の2機のモーリス・ファルマン水上機兄の、アンリと共に、 タンデム自転車レースのチャンピオンとなったモーリス・ファルマンは、パナール自動車によるレース参加を開始し、1901年のグランプリド・ポーに優勝した。また1902年5月には、パリ・アラスカムを往復するシルキュイ・トゥノールレースにも勝った。同じ年、パリからウィーンへのレースにも参加し、マルセル・ルノーによって優勝した。しかし、モーリスの関心はすぐに動力飛行に移り、 1909年には、航続時間と速度の世界記録を作った。モーリスは、飛行機の製作を開始し、1912年には、兄のアン里の事業と合体させて、ファルマンを設立した。モーリス・ファルマンは、1964年に、パリで亡くなった。モーリスは生涯、飛行士ライセンスを得ようとしなかった。日本には、 モーリス・ファルマンの設計した初期型の飛行機が明治晩年から大正初期にかけて数多く輸入され航空機の国産化を促した。ありがとうございます。